ということで次のお話、電池いらん、歯車のインサーターとベルト、これで解決しましたので次コンクリートブループリント、ほうできるのかい。なんかコンクリートをブループリントに設定できるとの噂を、あできた、マジかい、あそうなの、あこれ全部ない、ここじゃあさ、でっかいところでぐわーっと引いちゃってってことがいいってことだよね。広場、すげえ広場、どこ、すげえ広場ってなんだ、ちょいコンクリくれ、どういう扱いなんだろうな、下作ってないね。あそうそう、これもコメントいただいてましたね、水いってねえよっていう、これかベルトだけじゃなかった、できました、いいんだっけこれ、材料とか揃ってる、あ時間結構かかんだねこれ、まあいいか、それで、コンクリをバーッと置いちゃって、広いところがいいな、どこがいいかな、この辺でいいか、言うほど広くねえけど、これでいいか、やってみる、これちょっと無駄な、正方形がいいな、正方形、おおできた、これを、おおマジかよ、あできちゃうんだこれ、マップでいける、あー俺の仕事終了しましたねこれこれやってきゃいつかはコンクリになるってことじゃん、あーなんだこれ、こんな方法あったんですね、超、あこれ外はダメ、外はダメ、キャンセル、外はダメよ、ここまで、これ危険よ危険、はあすごいね、これか、あ超便利、あー最高じゃんこれ、ちょ中央中心地をコンクリにしようぜ、うわー楽、超楽です、何ですかねこれ、今までの俺の苦労、ひゃーだから多分圧倒的にコンクリが足んなくなるだろうけどね、うわーすげえなこれ、これも全部コンクリ漬けに、コンクリ漬け、殺人事件じゃねえか、よしよしよし、な色が薄いところと濃いところが、あもう置かれてんのかこれすでに、うわーい素晴らしい、いいですね、まあ、どうしちゃったよ、こうか、わあ一気に都市になったで、しかも意外と減ってないっていう、ロボットが足んない、もしかしてロボット今どんな感じ、稼働状態を、建設だよね、コンクリやってんのは、わかった、足そう、ロボット、建設、物流、こっちだね、こいつが、あれいない、どこに行った、おや作られてない、ロボフレが来ない、フレーム、ここ、あ、遅いだけ、まさかのロボットない状態、このぐらい作っといて、こっちは、まあ、作っといて、あ速度を入れるか、あちゃちゃちゃ、省エネじゃねえんだ、省エネいらんわ、青い方よろしく、で気づいたら書いておく、こうか、いらないんだけどねこれ、どう考えても書いておく、
はい、さてこれでいいのかな。ロボットが12個来てる。まあちょっとスズメの涙ですけど足すわ。あ、ずっと俺とこ来るね。ここにちょっと俺もういらないわ。もういいんだ、勝手にやってくれ。勝手にやってくれってもひどい話だけどさ。はい、でブループリントね、これははい便利だと思います。これも暇があったらこうやっとけば埋まるっていう寸法ですな。はい、で向こう行ったかな。お、終わってるね。終わって、はいはいはい、いいですよ。じゃあ次もう一回これ、いらないのとちょっとどけといた方がいいな、やっぱな。これここいらないやつを捨てる、本に入れっか。本本本本、これだからどうやって入れんだっけ。開く、いらないやつを入れる、入れる入れる入れる、うわー、なんか操作が慣れない。これもいいよね、これは使う。あ、これちょっとあれだね、まだテンプレ変えたいね。掘削機にピンクモジュールを全て刺してしまおうかという、また狂気の沙汰を。ピンクモジュールってさ、結構食うよね材料。これでしょ、やろうと思ってんのは。レベル1が赤と青が、あ、違う、赤と緑が5個ずつ。レベル2が、レベル1が4枚必要な上に青と赤が5で、レベル3がレベル2が5枚必要な上に青と赤が5で、青が結構大変なんだよね作んの。まあでも詰まってるしいいか、やっちゃおうか。やっちゃえばいいじゃないの、出てないからか。緑も全然余裕だよね。さあじゃあちょっとテンプレを直してみましょうか。でテンプレ直すのって、あの資源の上じゃないとできないんだよね。確かちょうど下に石炭あったよね。ここで一回このテンプレを、ピンクモジュールかも、あ、すでに要求しています。10じゃないんだ、50ぐらい来てくれ。同じやつダメなんだねこれ。ちゃんとアラートが出る。2は、あ、2は大丈夫だ、いらないけど。さあ来た。でこれを入れる、3枚までだっけ。まあこれで早々に資源が枯渇することはなくなるはず。はい、できた。さあ次これで終わりか。さあコメントいただいた内容は大体においてこれで終わったので、次の西の進行と、あとはそろそろ整理整頓のお時間なんじゃないだろうか。こういったものを回収して無駄な資源を有効活用しよう。無駄ばっかりしてる俺が今更そんなことを言うんじゃないっていう気がしないでもないけど、あ、キャンセルされちゃうねこれ、コンクリのやつ。まあいいか、あとでまたバッてやりゃいいか。もっと巨大なやつを作ればいいんじゃないかこれ、ですよね。だもっと広いところで、まあそれはおいおいやろう。コンクリ足りてるのかねこれ、重くねえなんか。ファクトリオらしからぬ重さだよこれ。こんな重いこと俺初めてかもしんない。あ、だからコンクリが間に合ってるってことはやっぱロボが足んないんだねこれ。そうか、俺んところに来るねとりあえず、働いてくれ。
さあもう一回、そろそろ終わった、こっち終わってる、いや終わってない。おお、どれが原因、これが置かれないからだね。ロボステが置かれないのはなぜかというと、ロボステがある、あるけど行かない。これは一体どういうことなんだぜ。どこかで途切れている。外すよ一回。合ってるよね。ロボット範囲が、ロボ範囲どれだっけ、これか。汚染はいいや、タイレットもいいや。切れてないよね。切れてないですけど、ロボットが行かない、なぜだ。入ってるよね。利用可能ロボット数が100分の100と704分の704ってなってる。なんだって、ロボットが不足しております。はい。ああ、なんだろう、なんか電気、電気足んない、そんなこともない。なんだろう、重いからか、この重さ尋常ではないぞ。ズームアウトすると重い。いや、ちょっと手動でっていうのもあれだけど、様子一回見に行ってみようか。なんで止まった、いるよね、入ってますよ。ちょっとロボットが反旗を翻した。俺の命令を聞かないとか、そんなことある。いやいやいや、いるってば。どういうこと、行かねえでやんの。これを置いてくれないと始まらないわけだよね。いや、そもそもとして、このこいつの範囲がここまで行ってっから、ここまで置かれてもいいんじゃないか。なんだろうね、これなんかミスってる、俺やっちまったんだろうか。なんかここ距離近くない、なんかやっちゃったくさいね。結局やったんすか、結局やったんすかね、これわからない。なんなんだこれ、おや、ちょっと歩く歩道で、歩く歩道違う、動く歩道で。いやー、わしわからん。ロボステ持ってるっけ、持ってるね。手動で置くか一回。さあ来ました。あー、なんだろう、置かれた、置かれたということは、取り行った。なんだったんだ一体、繋がってるよね全部。あらー、はい、まあいいか。でここまで置いてくれるはずでしょ。1個足んねえのか、こうか、これも行くかな。先にロボットなのかな俺。ロボットステーションを持ったやつはどこだ、多分行ってると思うんだけど。いらっしゃるね、近くに。配置の順番によっては甚大な被害が。はいはいはい、来てます来てます。大丈夫そうだけど、ちょっと倒していく。気楽に言うものではないな。ちょっと俺弱いね、このアーマー、ちょっと弱めですので、あの手加減してほしい。普段の俺とは違うんだ。はい、いいでしょう。後ろにいる、これで許してやる。はい、はい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 、ダメ、こっち来ちゃダメよ。
これ俺のロボット動いてない？大丈夫かい？レールとか、なんか毎回俺エスケープ押しちゃうな。レールとか来てるかい？あるね。あら、なんか動きが怪しい。俺のロボットに指令が行っちゃったとかかな、これ。一回キャンセルして、で、離れた場所に行って、神の目でやれば、俺のロボットではないやつに指令が行くかな、これ。その仕組みがね、いまいちだよね。はい、この辺で。こうかな？よろしく。で、俺のロボットじゃないやつに指令が行ったので、いいんじゃないかな。もう一回。で、これを置くと。はい。置けてない。これか。レーダー置かないとな。レーダー。レーダー持ってない。そうか。なんということだ。レーダーくれ。行かなくない？なんでしょうね。挙動が、あ、これほっといても行くんだねいつか行ってるはず。ここさ、誰も行こうとしない。なんでしょうね、これ。着いたあれなんだ、さっきまでできてたよね。いやー、わかんねえな、これ。ここまで取っちゃって、もう一回置くよ。あ、回収は行ってくれたな。あ、ここまでか。ロボ捨てがもうないからな。これ行ってくれっかな。いや、先電柱がないとまずいのか。もう一回置いて。こう。なんだ、どっか電柱が離れてるとかか？で、この辺の電柱を置いてくんないと、ロボ捨てが。あ、で、これが邪魔。置く。で、レーダーをゲットして、レーダー、まあ、この辺に行かない。なぜなんだ、ロボットが動かない。よし、わからないんで放置。さあ、じゃあとりあえずいらない掘削機を外す。なんか見づれえな、これ。まだら模様になってる。重い、相変わらず重い。めっちゃだ、重さでやっぱダメなのかな。重すぎてなのかな。これ多分相当長い間重いよね、きっと。やるしかねえか。じゃあ軽そうなところの掘削機を外してこうぜ。軽そうなとこあんのかっていう。これはこの青ベルト回収しようぜ。これもいらんでしょ。いらないやつだよね、これ。 OK、 回収。こういう作業をやってこう。あれ、ここやばいんじゃなかったっけ。ははは、来るんだよね、ここ。危険なやつです。だから、ロボ捨ては取らない方がいい。
待て待て待て、何を取った俺。取っちゃあかん。それはあかん。元気でやってる？どうもー、さよなら。これまたバージョンアップで通れるようになってるしね。ほいほい、ここまで取る、取ります。これ全部いらんのよね。取っちゃいます。ああ、さあこれはこれでいいのかな。敵いる？この辺はいないね。はい、まあだから これ閉じてだよね。閉じて内側を滅殺。はい、さあ次だ。何してる？何してるんだろうね。点滅してるぞ。行き先がなくなってるね。ダメか、アクティブにして。あ、繋がってるんだっけこれ。あ、ここか。あそこ繋げて本土へ戻してもらおう。どこだっけ、あれ、ここか。下下下下で、これ置いとくんで、よろしく。本土の貯蔵に戻るはず。さあ、あとは向こうだ。今日は整理整頓の日です。電気とか大丈夫？ちょっと減ってる。あれ、この辺何もなかったっけ。あれを取ろう。ちょっと待って、向こうはどうなった？マジなんだ。ちょっと待とう。コンクリが終わったらきっと動くだろう。期待してる。赤が残ってんね、まだね。これ全然取れるね、まだね。これでいいか。はい、これで無理やり、よろしく。はい、これもか。アクティブ。ほい、よし、これはオッケー。上側がもうない。無駄を省く。ここ OK。 よし、次だ。これ見えにくいね、黄色は。あ、大丈夫そうだね。まあ減ってるけどいいでしょう。ここ目標発見した。あー、埋まってるね。銅鉱石の山が。ほい、いらん。これもいらん。石があんな。他に石ある？石、石、もう一個池あってもいいな。石、鉄、鉄これか。ここ入れちゃった方がいいか。ちょい少ないもんね、ここね。これをここに混ぜっか。で、駅もう一個作って石をやるか。取ってからね。コンクリで相当石を使う予定なので、予想がつかないね、どんぐらい使うか。
そんなもんかい。よし、では新しいピンクモジュール掘削機であれを取るのだ。これもあんね。どう、意外とあるな。右と左に出せばいいかな。一マス開けて、こうか。ほい、あ、右になってない、これ。さようなら。悲しいことをしてしまった。間違えたね。左向きでお願いします。左向き、こうです。全然来ないロボットが。今ねすげえ働いてるから。これなんだ、あ、これ木か。なんだと思ったよ。はい、やってっか。これでこっそりと、あそこの回収が終わるまで。細かい作業だ。こわ、これいらんね。はい、ほい、これも。これなんだ、これ、これの意味を教えてくれ。おお、ないね。あ、ここもはや、もはやじゃない、すでにピンク入ってんじゃん。以前の俺が一回やったんだな、俺きっと。これこそ無駄だよね、このピンクモジュールを入れっぱなしにして動いてない掘削機っつうのは。もったいなさすぎる。一回やってやめたんだな、だから。はい、これ、これ、ここまで、これ、ここまで。いやー細かい。オッケー、そろそろなくなってる。これです。左向きね、左向き。こう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 、一マス開け、一マス開け、二マス開け、こうだ、こうです、こうです。さて、これを、結構遠いな。ベルトが今あまりないというのに、ここに混ぜる。そうですか、じゃあこれいいか。こういう感じか。ちょっと今あのポップガードにメガネが当たりましたね。危険すぎる。この辺？こうか。こうかな？よしよしよし。だー！お前が。容赦なくくぐる。容赦なくくぐる。なくなった。ベルトがなくなる悪夢、再び味わうとはな。ベルトカモン。俺は医療範囲の中に。これどうよ。マジわからんぞ。なぜだ？いやー、ちょっと勘弁してほしいな、これも。全くわからん。
うわー、まだでもコンクリも全然終わってないしな。コンクリ自体はまだ余ってる？余ってるね。ロボットが足りてないんだね。それはいいや。あれ、ロボット余ってるじゃん。建設ロボット余り気味だけど、なんか怪しいね、動きが。なんだこれは。ちょっとバグがある可能性がゼロではない感じこれ。まあいいか。まああんま良くないんだけどさ。こう？こう？こう？なんか違う気がするな。こうか。これでいい？なんか違くない？これでいいかい？つながっちゃうね。こうか。はい。多分大丈夫。で、駅のあれに行くんだよな。混ざる混ざる。はい、これはいいでしょう。いやー、ちょっと時間が解決してくれるのを期待しようか、あれは。うん。いや、手動でやる？しょうがない、これ。はあ、まあまあ、はい。次から、手動で、ちょっとやってみようと思いますけども、これはなんとかしてほしいところでございます。はい。ということで、ちょっと区切りがいいんで、あ、石炭ないんだっけ？次石炭だな。なんかどっかの、あれだよね、グレネードのところの石炭がなくなってたよね。あぶだ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 。おっそ、超重い。見たことのない柄になってるね、地面が。これね。石炭を呼んでるんだけど来ない。で、石炭は右上のあの石炭液でいろいろやっていたけども。はい、ここでも呼んでて。いや、これ何かしら対策を取んなきゃ多分ダメだね。はい、ということで今回はここまで。次石炭やります。それではまた。